Hey guys, it's Kate from Asian Boss. You've probably heard of yellow fever before. No, it's not the disease spread by mosquitoes. This term is often used for white males who have a sexual preference for women of Asian descent. But what about the other side? What do Asian women think about dating Western men? Specifically, would Japanese women ever date white guys? We hit the streets of Tokyo and Osaka to find out. 日本で外国人男性はどのぐらい見かけますか？日本で結構しょっちゅう見ます。すれ違った時もなんか英語とか外国の言葉が聞こえるんで、多分すごくいると思います。見るとしたらどこの国から来てる人が多いと思いますか？フィリピン。アメリカ？そうでしょ。韓国、中国。薬局中国。黒人さん。なんか声かけたりするときはカナダとかオーストラリアが多いです。白人男性についてどう思いますか？かっこいいと思います。かっこいいと思います。ジェントルマンなイメージです。でも私はすごい好きです。 That's a lie, man. かっこいいし、エロい。かっこいい、優しい、エロい、礼儀が、エロい、は、何かっこいいし、エロい、かっこいい、優しか、かっこいいし、エロい、かっこいい、優しい、エロい、礼儀がなすごい、エロい、エロい。実際に白人男性と付き合いたいとは思いますか？でもその人とその自分との相性が良かったら全然いいと思います。めっちゃ憧れでした。外人さんとお付き合いしてみたいなって思ったことは全然あります。めっちゃあるし、高校生の時、その英語を教えてくれる ALT みたいな先生にガチ恋してました。ちっちゃい時からずっと思ってました。で実際に付き合ったことは？はないです。でももう日本人でいいかなみたいな、最近は。それはなんで？なんか海外の DV 問題が気になって。 DV！DV? ハワイから留学してたんで、アメリカに。だからちょっとだけ付き合ったことあります。じゃあもう一回白人男性と付き合いたいなと思いますか？もうないですね。逆に美しすぎて、なんか同じ人間というよりかは、なんか映画とか芸術見てる気分になっちゃって。実際に付き合ってた人初めてです。あ、そうなんですか。ゲットできました。でもそれってなんかイエローキャブみたいな感じで思われそうで怖いんです。イエローキャブって何ですか？すぐなんか留学する女の子って海外の人が好きだから留学したいみたいな。それでその声かけたらすぐ乗ってくれるっていうので、タクシーのイエローキャブとかけてイエローキャブって言われ、私は言われたことないですけど、なんか遠くの方でそういうのを見たことがある。理想の白人男性ってどんな身長だったり、がたいだったり、目の色だったり？身長高くて、がたいがっつりしてて、彫り深くて。わー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 。 This, how tall is this girl? What the hell?She prefers someone taller than him. How tall is she? Guys, I'm not looking for a girlfriend. I have a girlfriend. Stop. たり、目の色だったり。身長高くて、がたいがっつりしてて、彫り深くて。胸毛とかは？嫌です。日本人に近ければ？ジャスティン・ウィーバー。ジャスティン・ウィーバー！筋肉もそんななくていいですけど、オタクっぽいのはあんまり好きじゃないです。なんか髪の毛長くて、なんかヨーロッパ風のあの細い感じの、あ、ゴリマッチョ。でも白人やったら細マッチョかな。それはなんで白人さんだと違うんですか？なんか白すぎてゴリゴリやったらなんかちょっと気持ち悪いじゃないですか。ゴリゴリだったら嫌ではない。でも細マッチョぐらいがいいかな。身長は自分より高いぐらい、180とかで全然で、目はブルーじゃあ彼はどう思いますか？理想の白人男性と近い部分はありますか？背が高いとこです。ああ、鼻がスッとしてる。理想的？
What is it? 何これ Oh, sheesh! Sheesh! Oh, why does he look so happy? He looks so happy! This guy's like, yeah, I'm their type.I'm their type. まあまあ。目はブルーじゃない。まあまあ。え？ないですが、理想的？まあまあ。目はブルーじゃないですが。オッケー。もうちょっと慎重。Wait.Do the math. This girl is 5'11", so this guy is 6 foot, right? And this girl... Oh! Oh my god! She's looking for someone that's like 6'2". たら。これは日本語喋れると思いますか？ありがとうとか言ったら割と言えるかなみたいな。じゃあ日本語ちょっと喋ってみてください。実は全然日本語話せます。実は全然話せるんです。めっちゃ話せる。やばい、びっくりした。日本語全然話せます。すいません、騙してて。日本語は話せるっていうだけでなんか雰囲気って変わりますか？うん、でもやっぱコミュニケーション取りやすいから、英語を話せない人からしたらこうね、親密にはなりやすいのかな、多分。外国人男性が日本人の女性と付き合うときに、その日本語喋れるかどうかっていうのはかなり重要ですか？あ、めっちゃ重要です。もし喋れなかったら、付き合えません。無理です。いや、もう英語喋られへんから、もうお願いしますって感じ。ニュアンスでいけそう。いや、無理よ。いけそうじゃない？無理よ、無理よ。愛があれば何でもできるみたいなのないから。でもなんか意外と身振り手振りで伝わったりするから、最初は別に。Bro! Just gestures. Wake up in the morning.彼女、行きましょう、行きましょう。彼女、ハそんなに喋れなくてもいいんじゃないかなとは思うけど、やっぱり具体的なコミュニケーションを取るにはちょっと喋れた方がいいのかなって思います。もし黒人男性の Dude! You know what? Like, how would you argue with that? 場合と白人男性の場合だったら、あのイメージは変わりますか？いや、あんまり変わらないと思います、多分。 What is that question? 周りの人もあんまり変わらないと思いますか？うん、変わらないと思います。うちの親とかは全然偏見ないので、多分どちらでも全然大丈夫。黒人さん、私結構好きなんですけど、でもやっぱびっくりはされると思います。なんか、あ、でもちょっとある、あるかもしれない。やっぱりそれなくしていかなとは思うけどな、結構真面目な話。なんか外国では日本人女性に対する典型的なイメージがあります。例えば可愛い、おしとやか、おとなしいって白人だと有利なんじゃないかって考えてる人たちもいるんですけど、これについてはご存知ですか？なんか可愛いとかは知らなかったですけど。 Wait, is that a thing? Is that a thing? ちょろいって思われてるって聞いた。あの下ネタ言ってくるの大体白人の人なんですよ、めっちゃ。あで、もうあの通じひんって分かってるから、向こうもむちゃくちゃバカにしてくるのは確かにある。あ、そうなんや。そのなんかアメリカにいた時にすごいあのアジア好きのなんかもうエイジアンガールが大好きみたいな
男の子がめっちゃ寄ってきて、それは私を好きなのじゃなくてアジア人が好きなんじゃんってなって、私個人を認めてくれることってすごい難しいなって感じました。じゃあ日本人女性が好きな、白人男性に対してのメッセージをお願いします。こうぜひいい人を見つけてほしいです、日本人の中で。なんだろう、ぐいぐい来ないでほしい。グイグイってどんな感じですか？すっごい目合わせてくるとか、日本人苦手じゃないですか、絶対そらしますよね。エイジアンガールが好きって言わない方がいいそれでそれを言って寄ってくるのはすごいどうなのかなと思ったんで、なんか純粋に一人の女性としてゲイだよとか好きだよって。 Wait, is that a thing? Man, I'd love a Japanese girlfriend, but I would eventually get tired of reading the subtitles in Chinese. <laughs>